じゃあ返すよ君たちに。予想の管理。はい、54% 信じてるね、朝の強さ。他のゲーム見るか。スライドパズル。パネルを動かし道を作れ。一人用の頭脳ゲーム。一人用か。二人用のやつで見た方がいいな。あ、はい、友達いないんで僕一人しかないです。ないです。ないないないです。終わりかいこれ。おい、戻れないじゃん。友達もいないしコントローラーもないんだけど。始まったよ。おい、どうやって繋がないときはプラスマイナス押してんだけど。だいたい自分のコントローラーを読み込まないとおかしくないこのゲーム。ねえ、 LR 押してんだけど。ジョイコン刺さってねえもん、スイッチに。ジョイコンどっか行っちゃった。いや、あの本体しかないんだけど。え、うん、無理。図を見ろ図を。一本で操作します。ホーム戻れないね、だいたい僕のプロコン効かないんだけど今。プロコン、あ、ホーム戻れない。バッテリー切れ。ジョイコンナイト積んだらしいよ、スタックしたって。ここも効かんのかい。ここもコントローラー効かん。なんでいきなり切断されんだよコントローラー。ちょ、どうすりゃいいんだよ。嘘だろ。じゃあ放電して何、電源切れるまで待つしかないの。こうやって放電して電源切れるまで待つの。タッチ、あ、タッチできる、画面タッチできる。あ、落ちたわ。画面落ちた。なんか終わっちゃったなぁ。あれ、勝ったんだけどな、どっちの試合も。熱いバトルはどっちも制したはずなんだけど、なんだろう、この寂しさは。なんだろう、この、悲しい、秋の夜風みたいな寂しさは。何？よるべないこの感情は何？ジョイコンどっか、いや、ジョイコン違うんだって。この前さ、なんか、マリオパーティーとか、さ、中岡たちとやった時に、その時に使ったんだよきっと。で、なくなった、違うな、どっかの僕ツイッチ放送でダーツやった時に使って、どっか放置したらなくなっちゃったんだ。ダーツだ、ダーツ、ボーリングとダーツやったからだ、遊び大全に。いやー、シックスボールパズルの盤面はうまく整理できる頭あっても、自分ち整理できるだけの能力はなかったか。お後がよろしいようで、また明日お会いしましょう。坂本龍馬でした。また会おう、また。